これから皆様にお教えするのは、女の園における秘術ゆえ、他言無用にお願いします。これは一体どういう状況だ。マンネリ離脱。ここをこうして絶対無理。それでも推薦人の二人には喜んでもらえたみたいだ。どうされましたか。こうして死なせてくれないのか。ならば食事を取らねばいいことです。海王ハムということは死にたくないからでしょう。交代いたしますので少しお休みください。リファ様。少し水をもらえないだろうか。はい。2ヶ月ほど過ぎるとリファ様は一人で散歩できるまでになっていた。自尊心はあるが高慢ではない。東宮のあれこれで嫌なお嬢様を想像していたのだが、実際は妃にふさわしい人格を持っていたようだ。さあ行きましょう。お久しゅうございます。用事はこれだけ。行きますよ。ごきげんよう。それでは明日の早朝に辞させていただきます。ねえ、私はもう子はなせないのかしら。わかりません。試してみればよろしいかと。私は帝の命でここに来ました。私が翡翠宮へ戻れば帝もリファ様のもとにいらっしゃるのではないかと。私には翡翠の瞳も淡い髪もなくてよ。他のものがあれば問題ないかと。それだけの大きさはもとより、形は四方です。ちょっと耳を貸していただけますか。ええ。リファ様に伝えた置き土産は、かつて遊郭の姉ちゃんたちが教えてくれた秘術である。